はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回も ASA やっていきたいと思います。というわけでございましてね、はい、前回はですね、無事血の巣がね、こんな感じで用意することができました。でね、もうね、ガンガン作ってますよ。はい、でユーティラの卵を使ってね、こんな感じで、特急のキブルもね、じゃんじゃん作っております。で、ユーティラ、そうなんですよ、当面のね、今ねやりたいこととしては、ブルードマザー戦に向けてね、戦力を整えるということで、ユーティラヌスのね、オスの高レベルをずっと今探してたんですよ。はい、見つかりました。やっと見つかりました。レベル140ですけどもね、はい、オスが見つかりました。ということで、いつものようにね、またね、箱に入れてるので、今からテーブしに行くということが一つ目と、あとね、もう一つなんですけども、同時並行でですね、免疫の洞窟の周回の方ね、ガンガンやってるんですが、結構ね、えげつないものが出てるんですよ。はい、なので、まあ、そのご紹介なんかもね、今回できたらということで、早速やっていきたいと思います。さて、とりあえずね、ユーティラヌスのテーマからまず行きたいということで、早速現場の方に向かいます。あれ、嫌な予感がする。待ってください。空っぽになってるぞ。おかしいな、ここに入れたはずなんだけどな。え、これもしかして、もしかするとさ、これ消えたか。え、マジか。いや、待て、勘違いで、もう一箇所かな。いや、確かにここに入れたはずなんだけどな。確かさ、衛星になってから、消えなくなったと思うんだけど、どういうことだ？これもしかして、ちょっと待って、考えられることとしては、普通にバグって消えた、その1。で、その2。アップデートが入って、いや、違う。いや、あのね、なんか勝手に他の生物が全部リセットされてるかなとも思ったんだけど、これ違うもんね。これ40だからね。なんだけど、あのね、別の場所で、特定の生物いたから、つまりその、罠じゃないんだけど、そこに入れてたっていう、まあ入れてたっていうか、そこに、あ、ずっといるなってやつ、今、来る途中見たから、ワールド全体のさ、生物がリセットにはなってないはずなんだよね。マジか。うわー、めっちゃ時間かけて探したのに。いないわ。え、勘違いでこっち入れたかな。いや、いないぞ。こっちも行き見てきたけど。うっそだろう。しまったー。テープだけさ、収録でやろうと思って、まあいいやって言ってさ、入れて、その後、5、6時間、免疫の洞窟ずっと行ってたんだけど。残念でございます。はい、ということで、また探し直しですね。マジかー。いや、やっと積もったと思ったのに。いや、あのね、今の話、あ、ちょっと待って。って言ってたらさ、なんかいないの代わりに。いない？あ、ここにいるぞ。お、20かよ。マジか。消えちゃったのかな。どういう風なんだろう。いや、っていうかね、でもね、その証拠にって言っちゃ変ですけど、これ見てください、ここ。ほら。ここにさ、カルカロがいるんですよ。これ。レベル10ね。で、あそこにギガノトがいるんですよ。レベル50ね。で、この2体ね、ずーっとここにはまってるのね。これは、だからずっといるんだよ、ここに。そう。だから、ワールド全体のさ、生物がリセットされたわけじゃないよ。あー、じゃあまああれか。以前の仕様に戻っちゃったのかもしれない。え、っていうことはリニオグナタ、あれ？トラップから出てるかもな。いや、マジか。いや、たまたまかな。え、それかさ、もうあまりにもちょっと疲れすぎてて、寝ぼけて入れたつもりでいたのかな。やんなことはない、ちょっと待って、もう一度向こう側見に行こう。実はいるとか。
見えないだけで。この中にいないよね。さすがに悪あがきすぎるか。あ、いないわ。何もないわ。くそ。消えた。いや、やられるわけないよね。こっちに来てなかったから、ずっと。だから、ここは時止まってるはずだから。くぅー。位置ずれで中にいてとかっていうこと？でも、まあ、これ今中にいたとしたらやられちゃうわな。アルファだわ。いないよね、さすがにね。ちなみに見つけた場所はね、ここだったんだよね。ここにいたんだよね。もう一回湧いてくんないかな。まあ、アークの神がね、いやいやいや、140で満足するんじゃなくて、もっとレベルの高い子を見、いやいや、もっとレベルの高いって、あと145と150しかないんだけど、見つけなさいっていうね、まあそういう試練を与えてくださったということにしましょうかね。はい、ということで、ここにいるね、40、これをね、処分して、始末してね、次の脇をまた待ちましょうかね。ちなみになんですけどね、今これオビリスクの、北側の斜面にいるんだけど、ここにさ、これも前動画で出てきたと思うんだけど、ほら、カルカロのレベル90がいるでしょ？ここね、この子ずっとここにいるんだけど、今さ、ワールド内にカルカロが2体のギガノと1体で計3枠出てるんだよね。ああ、これ3枠ありえるんだっていうね、それもちょっと驚きなんですけどね、なんとなく今まで、ASE の時、アイランドでさ、2体までしか見たことなかったんだけど、もしかしたら枠数が変わったのか、どうなのか、はてはてみたいなね、いうとこもありますけどもね。この辺いないなあ。あ、ガオ言ってますね。ここ湧きましたね。この森の中やっぱね、よく湧くよね、ここ。さあ、レベルいくつだい？あはは、レベル15だよね。いや、15だ。うずー、ほんと湧かないんだよな、高レベルが。やっと見つけたと思ったのにさ、まさか。もう今度からちょっとあれだな。ちょっとね、タイミング悪くて収録できなかったんで、そう、後でやろうと思ってね、枠だけ入れといたんですけど、もうちょっと裏でもうしょうがないですね。もう見つけた時にテームしちゃおう。怖いわ。あ、またガオ言ってるぞ。なんだなんだ、お詫びが来たのかこれ。頼むよ。はい。20、しかもメス。まあ、しょうがないですね。まあ、こればっかりはね。はい。ということで、じゃあ、あれ？もう開いてる。早っ！お詫び、メスレベル90か。あれ、なんかでも脇のスピードがなんかめちゃくちゃ良くなってない？大丈夫？何か変わったのかな？今ね、このエリアのなんか脇がめっちゃ早かったから、これワンチャンさっきのエリアでさ、もう一回湧いてる可能性、諦めきれないから、もう一回だけちょっと見に行きましょうか。はい、箱の中にはやはりいませんね。もうさすがに諦めるか。で、ここで湧いてくれないか、マンモスもね、なんか同じ枠のような気がする。あの枠ってテーブルって意味ね。マンモスちょっと一旦ここ、やっちゃいますか。さあ、少し離れてから戻ってきたんだけど、またマンモスが湧いてます。マンモスが。綺麗に。マンモスってなんか複数湧くよね。3体ぐらいで1セットみたいなね。3個1みたいな感じなのかな。でも面白いね。これちゃんと湧いたね。マンモスが。もう一回やってみるか。あ、そうだ。あのね、冒頭でも言ってた、免疫のね、洞窟のクレート周回やっててね、この今7番のね、これ。ね、これですよ。コンパウンド棒のね、金属の矢を使うやつ。至高のね、とんでもないのが出た。ダメージ516っていうね。ちょっとさ、これやってみようよ、これ。どれぐらいパワーがあるか。いきますね。おら！
当たった。お、めっちゃ強いじゃん、これ。やば。800とか出てる。800だ。1200とか出てる。この方が見やすいかな。こっちでいきますか。は、結構落ちるね、これ。いや、金属の矢もね、これ全部ね、あれなんですよ。供給品クレートから出たやつをずっとね、拾って集めてて感じ。すごい !1200 だって。頭に当たってるのか?うわー、やばー、めっちゃ強いじゃん、これ。めっちゃ強いね。すごいすごいすごい。ただ、あれだね。ギューってさ、絞ってさ、撃つまでにちょっと時間があるから、洞窟とかであんまり使えないかもしんないね。ね、敵がさ、わーって迫ってくるとっていうね、そういう風になると、もっとさ、パン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 って撃てるやつの方がいいもんね。ただ今みたいに、安全なところからさ、やるにはいいね。さっきもちらっと言ったんだけどさ、リニオグナタちょっと心配だな。あのトラップからリニオグナタも消えてたらシャレになんないけど。怖いな。見に行くか。ねえ、仕様が変わってさ、トラップに入れておいても消えちゃうっていう風になったんならって話。ただ消えるにしてもさ、トラップから出て、どこかにいるならわかるんだけどさ。っていうことはバグっぽいよね。その、ワールドから消えちゃってるっていうことはバグっぽいよね。ねえ、そのトラップからずれて、トラップから出ちゃってるっていうだけならさ、別にいいじゃん。そのね、その近くにいればさ、あ、またいたいたって話になるんだけど、今見た感じでいないから、まあ、しょうがないな。これはバグだな。まあそういうのもさ、仕方ないっていうかね。まあそれに付き合ってやっていくしかないですからね。はい。っていうことで、白のリング付き見てね。何かお詫びのさ、ポンプショットガンとか出てほしいな、そろそろな。何も出ないわ。あれ、なんかしけてきたな。今日は全然ダメだな。ちょっと、前、調子良すぎて、反動が来たか、これ。ねえ。どうもなんか、確率収束来たか、これ。よし、ちょっと、まあ、やりたいこととはね、話がずれちゃうんだけど、念のためさ、確認ってことで、リニューグナタのトラップちょっと行ってみようかな。あ、そこにもいたわ。なんてね、気がそれた時に限ってさ、ははオスレベル15って。1の位に0がついてて150だったらな。合格って感じなんですけどね。さあ、というわけでこっちの方に飛んできました。これトラップに行く途中にさ、もしリニオグナタを2体見つけちゃったら、それすなわちトラップの中にはいないってことになっちゃうんだけど、今見た感じはいないね、外にはね。さあ、トラップがもう目の前。あれ、ちょっと待って待って待って、いるわ。あれ、入ってる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 。あー、じゃあさ、ユーティラだけたまたまって話か。仕様が変わったわけじゃなさそうだね。ほら、いるもん、ちゃんと。お母さん、久しぶり。145。色はやっぱめっちゃいいよね。うん、よかった。仕様が変わったかと思ったですね。やっぱ出ないんだよね。ということは、まあ、ユーティラだけ、そうだね、運が悪かったって話か。いや、待てよ。本当に、もしかしたら、寝ぼけてて入れたつもりで、だったのかな?やばいやばい、怖くなってきた。やばいぞ。ちょっと、アーク、しばらく休憩しようかな。やばいな。そんな幻想の中で、夢の中でさ、テーム見つけて、やった。140見つけたぜって言ってって怖すぎだよね、それ。いや、んなことはない。絶対入れた絶対入れた。まあ仕方ないですね。ちょっと一旦じゃあ拠点戻りますか。はい、戻ってきた。いや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 、参りましたね参りましたね。ちょっとじゃあもう仕方ないからね、
はい、また探しに行っておきたいと思います。ということでね、もう一つの話なんですけども、迷宮の洞窟のね、周回をした結果です。ちょっとこれ行きますよ。これね、実はここにウイちゃんがいるんだけど、あのね、とんでもないものが出ちゃって、まず一つ目これですよ。リニオグナタの、思考のサドル、防御 151.9、耐久806っていうね、設計図が出たんですよ。あ、もうこれリニオグナタ勝ったなと。なんですが、これ見てください。要求素材が化け物みたいになってて、ポリマー2861、水晶1430、革、まあ、そうだな、革、繊維、金属、まあ、そのあたりいいんだけど、ポリマー2861とかね、きつかったんだけど、これね、全部素材集めました。ポリマーめっちゃ時間かかったけど。はい。で、集めたんだけど、これさ、まさかと思って、ですね、当然なんだけど、作業台に入りません。これ、作業台ってさ、ストレージ75だから、これ無理だよね、この素材って入らないでしょ。でさ、この重量をね、めっちゃ振ってる、2994って振ってる、これウイちゃんね、重量特化のアルゲンなんだけど、に入れてみたんだけどさ、やっぱね、それでもダメだった。入らないわ。うん。ということで、せっかくさ、これめちゃくちゃ高スペックなリニオグナタのサドルの設計図手に入れたんだけど、今ね、現状ね、作れないんだよね。そう。で、解決策は一つしかなくって、それはですね、テックレプリケーターでございますよね。そうなんだよ。テックレプリケーターが、確かスロットが600でしたっけ?あるから、あっちたらまあ多分入るんじゃないかなって感じですね。残念。まあ重量ね、もっとね、これ、まあ、一応悪ガキで3000とか振ってもさ、でも、これまださ、鉄あと3000、4000近く入れなきゃいけないでしょ。これ無理だよね。入らない。絶対無理なんだよね。そう。だから、まあ材料をね、頑張って集めたはいいんだけど、テックレプリケーターがないと作れないっていうのが一つね。ただ、この設計図が出たって話。免疫の洞窟で出ました。それから同じくね、これも出たんだよね。で、これもリニューグナタの設計図で職人なんだけど、まあ、防御力はね、半分ですね。73.5。ですね。耐久も、まあ、半分以下になっちゃうけど、これなら作れる。で、今さ、原始的なサドルだから、シャバゾウ君。だから、一旦さ、テックレプリケーター、まあ、作れるようになるまでは、こっちで我慢するしかないね。ね、原始的よりはマシだもんね。これ作っちゃうか。でもな、ここでポリマー500使うのもな、痛いんだけどな。まあ、でも行きますか。1699の繊維があればいける。ちょっとこれだけね、やっちゃおうかな。さすがに繊維入るような1600。あ、入った入った入った。来たー。いきますよ。これごっそり消えますからね。ここね、いきますね。じゃあこれ1個作りますね。はい。いやー、ポリマーめっちゃきつかったなー。はーい。黒曜石とか爆裂に集めてね、作りました全部。さあ来た。でーん。おー。まあ、じゃあとりあえずこれはもう外して、だからこれ将来的に作りたいよね。うん。ですね。ああ、ごっそり減っちゃった。で、もう一つこれ見てください。これはとんでもないの出ちゃったんだよね。ギガノトサウルスの思考のサドル。防御 120.6 の耐久568。これも同じく、免疫の洞窟で出ました。でね、ASE の時は、免疫の洞窟でね、ギガノト一度も見たことないんだよね。っていうか、そもそもギガノトってさ、ASE の時って、海底のクレートの確かテーブルだったはずだから、ギガノトカルカロって。だから、まあ、海の中の赤クレートか、もしくは砂漠だよね。ストーリーマップだったらスコーチドアースの砂漠で一回出たことあるんだけど、か、あと、無料マップだったらラグナロクかな?ラグナロクの、砂漠クレートですかね。でも見たことあるんですけど、カルカル含めてね。で、アイランドにおいては、まあ、特にこれを使うことは絶対なくてさ、ただ、後々ね、この ASA がちゃんと後に、マップがね、例えば、まあ次だったら多分スコーチダースだよね。で、アベレーションとかエクスティンクションってなってくんなら、ちゃんと出てくれるんだったらね、これはもう大事にね、通っておこうと思います。特にエクスティンクションが来た時には、ギガノトがね、大活躍するから、その時のためにね、このサドルはまた持っておいて、で、そっちのマップの方にね、また持っていくというふうにしたいと思います。いや、これ出ちゃったよ、出ちゃった。っていう感じですね。よし、じゃあね、シャバゾウくんさ、ずっとね、この原始的なサドルで頑張ってたから、
はい、E のね、お乳ですよ。73.5 って急にめっちゃ強くなるよね。25.0 からさ。よっしゃーって感じでございますね。はい、なので、免疫の洞窟がね、やっぱね、すごいわ。この、ちらっと言ったんだけどさ、コンパウンド棒もダメージ 516.5 ってね、すごいでしょ。あとね、他にもまだ紹介してないものでいくつかあって、これも出ましたね。ショットガン。ポンショじゃないからね、使うことはないんだけど、386.1 っていうね。とんでもないですね、これもね。うん。あとは覚えてる範囲で言ったら、これも出たかな。トリケラトプスの 167.9。これも同じく免疫の洞窟で出ましたね。はい。本当はね、今回ね、ユーティラーテーブしてやったぜっていう風な動画にしようと思ってたんだけど、当てがね、完全にね、外れちゃったので、まあね、ちょっともう本当ボスになりそうな感じなんですが、せっかくなんでね、じゃあ今のね、免疫の洞窟、ちょっと今から行きましょうか、一回だけね。で、どうかな、ちょっと時間がもしかしたらまだ湧いてないかもしんない。いや、そうでもないか。もうね、今ね、収録自体が今1時間ぐらいやってるから、多分もう湧いてると思うんですけど、ね、ちょっと見に行きましょうかね。でね、なんかね、これもまだその試行回数がそんな多くないから何とも言えないんだけど、あのね、絶対に確定でね、湧いてる感じじゃないんだよね。湧いてない時もあるんだよね。そう。赤クレート、黄色クレート。だからね、これもしかしたら、だから中身がめっちゃ良くなったんだけど、必ず確定で湧かなくなったのかななんていう気もちょっと若干してる。怖いですね。プンプンしてますね。多分なんだけどね、今、収録、そう。収録するね、前に行ってきたばっかりなんだけど、多分ね、多分ですよ。多分、中ね、敵は多分もう今いないと思うんだけど、ちょっと行ってみようかな。わかんない。もしかしたら、敵も湧いてるかもしんないけど。敵が湧いてなくて、クレートだけ湧いててくれたら、めちゃくちゃありがたいんだけどね。ちょっと行ってみましょうかね。あ、湧いてないわ。やったやったやった。よし、これスルーパスでいけるね。オッケー。じゃあ、クレートだけ見ていきましょうか。まずじゃあね、右の青からいこうかな。湧いてるかな？あ、湧いてる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 。よし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 。おー、好都合とはまさにこのことよ。あ、逆に降りちゃった。いきますね、バカ。あ、まあ、大外れだな。なんだよ、シャイか？おい。青クレートくん、シャイか？収録回してる時に限ってそんなヘボいの出てさ。いや、青でもね、結構いいの出るんですよね。じゃあ、次の部屋行きましょうか。でさ、ここがね、次のこの部屋、ここか、ここにも湧くことがあったんだけど、ここね、今立ってる場所ね。ここか、こっちの、ここ入ってくるでしょ？で、ここだよね。このさ、二股のどっちかのとこ、ほら、湧いてなくない？ここさ、黄色赤、確定だったような気がするんだけど、今まで。一回だけね、青を湧いてたんだよね。さっきの部屋に。今さ、ないわ。今湧いてない。っていう話で、最後、この大部屋でしょ？ここは赤なんだけど、湧いてないわ。湧いてないですね。っていうことでさ、これ絶対 100% 湧くってことじゃないみたいなんだよな。なんかわかんないけど、まだね、そうだな、10回ぐらいしかやってないから、まだなんとも言えない。それだけじゃちょっと多分分母が少なすぎて、なんとも言えないんだけど。あれ？今湧いた、今湧いた、今湧いた。念のためと思ってさ、今一旦少しだけ戻って、来たら、あ、ライフル、めっちゃいいの出た、やった、当たりだ。今湧いた、今湧いた。ですね、黄色湧きました。え、ってこと赤も湧いてる、もしかして。たまたまタッチの差だったのか？いや、ないぞ。ほら。はーい、ということで、ねえ、なんかすごいのがさ、今出てさ、ほらね、見たごらん、すごいっしょ、ここっていうわけでもなくさ、なんか微妙、あ、まあ、名工のライフルが出たか。うん、ですね。ちょっと微妙な感じになっちゃいましたね。はい、まあ、外れということで。と言っていたら帰りに黄色のリング付きが出た。さあ、ここで一気にまくるのか、それとも、今日は外れで終わるのか。おーい、これは、これは、296、
あー同じか。あちゃうわ、今持ってなかった。あこれ当たりかもよ。これまあまあ当たりかもしれない。296の名工のクロスボウ。クロスボウ今拠点に置いてるから、それと比べてみてですね。まあでも、多分同じぐらいの性能だと思う。出ました。今持ってたやつ277。あー、来た来た来た。これ強いの出たわ。今出たのが 296.5 の耐久677でしょ。今まで使ってたのが 277.4 の耐久600だから。あー、完全に来ましたね。これ当たりだ、やった。マンモスの思考のサドルか。すごいな、これもな。92.4。マンモス今何乗ってたっけな。なんかアイランドってマンモスのサドルめっちゃ出るんだけど。あ、119.7 乗ってるわ。ジェネシスの1でさ、マンモスのサドルのいいやつ欲しかったんだけど、なかなか出なかったんですよね。いや、すごいな。はい。というわけでございましてね。うん。いつもと違うところでエンディングいきましょうか。はい。いやー、ほんとさ、ユーティラの140は、ちょっと悔しいけど、まあ仕方ない。切り替えるか。切り替えるしかないね。ですね。で、あとは、そうだな、今回これですね。ライフルの、メイコのライフル、これ、免疫の毒性出たやつね。これはありがたいですね。ライフルいいの持ってなかったから、これ使っていこう、これから。ね。あとは、供給品クレートから、クロスボウのめちゃくちゃいいのが出たっていうね。はい。ですね。そう。で、サドル、リニオグナタのサドルも、まあ、一個いいの作ってね、乗せたんだけども、これですね、職人の。なんだけど、思考のやつはね、テックレプリケーターじゃないと、これですよ。ね、作れないということで、ブルードマザー早く行きたいんだよね。もうガンマでもいいから、とりあえず一個さ、行きたいんだよ。倒したいんだよね。なんですが、話が戻っちゃうんだけど、だからこそのユーティラがさ、今日ここでちゃんとさ、テーブルできてたらさ、最速で次回にでも行けたんだけどなーって感じなんですね。でね、この、メガテリもね、順番に一応ね、鍛えてて、今2人目まで来た。290、ほら、でしょ ?3 人目からまだやってない、ここからね。なんですよね。レベリングね。はい。ということで、じゃあまた、ユーティラヌス探しの旅に出たいと思います。というわけでございまして、今回ここまでとなります。ではね、また次の動画でお会いしましょう。